吉坊さん、暗闇から出して、無月さん、そこに霊がいる。 W 出なくて、クミン先輩さん、霊がいいよ、何しろ怖い怖い怖い、電、電、どこまで電波あるか分かんないけど、すげえ攻め。無月さん、あ、やっと見えた、おう、トンネルです、動画撮ってますよね。まだ電波あるね。メジュージさん、綺麗なトンネル。あ、でも電波なくなっちゃうかな。ワンコさん、はい、すごい狭い。勇気天愛さん、狭いよ。ジャングル、福ヨッシーさん、長いトンネル。まだ電波あるね。勇気天愛さん、赤、時速15キロです。狭いトンネルね。出そうだわね、これね。長えよこれ、長えよこれ、これ長え。まだ電波あるよ。すげえな、 Wi-Fi。 車通れるんだ。ジュラランさん、まだ電波あるよ。怖い www。 いや、やだよこれ、歩きたくないよ絶対。あ、でももう結構薄いな、 LTE がもう厳しいかも、落ちるかも。皆さん一回落ちたらまた。クミン先輩さん、ここって普通に車って通るんですか。通る、手掘りだよ、手掘り。無月さん、ねえ、うん、手掘りだよ、こう補修してるよ、補修してるよ。ほらメッサ、長い W。 お、なんだこれ、去年メジュージさん、何もしないでしょ、歩いたら偉いことに。あ、なんで。ムータン、俳優モデルタレント志望さん、うわ、電波あるよ。雪止めだったらどうする。ワンコさん、でも長げ、すげえ。1キロ以上ある。あるね。ねえ、てか電波よく持つね。電波あるね。あ、でも薄いよ、薄いけど、薄いけどよく持つね。もうかなり薄いけどね、もうそろそろダメじゃない。でも出口見えてきたよね。出口見えてきたから、また拾おうから。ワンコさん、ドコモが優秀ですね。何でもそっか、今でガンと飲む。クミン先輩さん、こ、怖い。怖いでしょこれ、トンネル。皆さんどうですか、見えてますか。いや、これすげえな。これすごい、一番広いでしょ、ここは広い。これね、多分2つのトンネルを合わせてるんだよね。嫌な色、嫌な色。いや、なんでこれすごいよ、これ手掘りね。ねえ、ね、手掘り感が。だ、元々あれだろうね。ねえ、で補強したんだよね、多分ね。ほら、水がすごいじゃないですか。うん、やっぱり、しなきゃダメですこれね。俳優モデルタレント志望さん、すごいな、これ。ここ出るかもね。志望さん、ね、あります、ここ。志望さん行きたかったでしょ、ここ。いや、出られんのこれ。狭いよ、これ。出られんのこれ。見ながら畳みますじゃん。で、でも出られんのこれ。ギリギリでしょ、これ。出られないでしょ、これ。さん、出られる？怖い。ちょっと前で見てくれる？ちょっと待って。ギリギリだよこれ。あ、出られる。ミラー畳めるくらいあるんでしょ。こっちは大丈夫です。え、ミラー？あ、いや、上ですね。リモコンの。こっちオッケー？こっちオッケー、全然いける。あ、ストップ。ゆっくり。さん、はい、ゆっくり。狭い。はい、このまますぐで大丈夫です。いやいや。大丈夫ですよ。俳優モデルタレント志望さん、通れない。通れた。無月さん、ギリギリシグマ、おお、勇気天愛さん、地元の心霊トンネルにいてる。住んでない、住んでない。地元？いや、ギリギリだよ。6個あるんですよ。え、何なんですか。2個あるんですよ。これ両方とも心霊スポットです。全部持ったね。ワンコさん、ヨシベイさんの運転ですか。はいはい。あ、ねえか、もうないのか。俳優モデルタレント志望さん、はい、狭いね。配送？ワンコさん、ヨシベイさんの運転ですか。はいはい。ムータン、じゃあここに止めて。俳優モデルタレント志望さん、山狭いね。山ですよ。シゲタドル神奈川ゴルフさん、作ってない土地だね。車が通るところじゃないのでは。ね、無月さん、ね、帰りこれは通りたくないな。 W もうないか。ないね、もうないね。山だもん ね、 ね、ないですよね。戻るの嫌だよ ね、 ね。志望さん、すごいトンネルだ、ね、うん、ワンコさん、今手でやりましょうか。こんな時は軽自動車がいいですね。手でやりましょう。動くのやめですから。手でやりましょう。手で。俳優モデルタレント志望さん、電波大丈夫でしたね。電波大丈夫だったね。これでちょっと止めて。チャンネルでございます。はい、いらっしゃい。じゃあ防音を切りますよ。はい、皆さん、ちょっと歩けません、これはね。ちなみに歩けません。嫌です。うん、かなり電波薄いですけどね。
ちょうどいいとこに。本日制限なしです。一般道路じゃないんだってこれ。何これ、何なの。工業用水用のトンネルだって。これがもともと、一般車通行止めになってるじゃないですか、こっち側がね。だから向こうのもあれなんですよ、本当なの。でも入っていつ帰ったよ、今日は。今日はね、そうなんだ。こっち苔があってね、ダメだ、汚い。こっちもありますよ。あります。ライトなしでいいだね。ライトなしいらないな。ライトなしで、うわ、いいね、いいね。そうですか。雰囲気あるね、ここね。どうですか。あ、助けて。響くな。テスト。ジーボーさん。助けて。はい、こんにちは。びっくりした。響く。パンとかになった今。パンって言ったよ。助けて。響くね。ただ今、もう入ったの。え、ギズモさん早すぎね、それ。もう出てきたの。嘘でしょ。誰が。ギズモさん今入ったばっかじゃないの。大丈夫。カラスの行水だ。カラスの行水だな。お金サイド。わらわらわら。響くね。あの、すいません、こっち 5.1 チャンネルでカツン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 。音声が拾ってます。こっち2チャンネルなんですけどね。こっち 5.1 チャンネルですね。ちょっと離れた方がいいかもしれない。入ります。パン長いよこれ。ちょっとここに Wi-Fi 基地を置いて。いや、中で、中で寝よう。ちょっと休んでからしようかな。一歩しましょうか。すいません。歩きじゃないバイクがね、ありました、はい、ちょっと一服でね、さっきの疲れが残ってます。これ歩かないよ、ちょっとね、ヨシメさんね、疲れてるんで、ヨシメさんここで待機で。嫌いじゃないぜ、さっき歩いてるから疲れちゃって歩けねえんだよ、もう。言っとくけど。もうね、さっきの山ね、茂田さん連れてってろうか、本当に。半端じゃないから。転ぶぞ。ここすごいでしょ、ヨシメさん来るでしょ、今度。ここはね、清水ですね。上杉さん来るよ。探すよ。よく見つけたでしょ、これ。よく見つけるんですよ。見てるもん。見てるとこ違う。出口見えないよ。出口見えないもん。1キロぐらいあるよ。ね。ナイトショットで行こう。写真撮ってみてよ、これ。引き上げるか全然長いんだ。出口見えないんだよ。長いよ。アキラさんいますか。アキラさんどうでしょうか。ここ。アキラさんいるんじゃない。チボさんと。多分電波あるから行けるんじゃないですかね。だから歩きたくないですね。1キロ以上あります。1.5 キロぐらいあります。多分。途中に来ましたら怖い、ね。来るよ。反射してんの。これが。ああ、赤いのね。違うのか、向こうについてんのか。あ、ふわじはよかったな。やばいね。おい。誰かいますか。俺がいる。いるって。バック。あ、チボさんの車じゃ入れない。俺の切り入りですもん。吸ってるもんね。逆側入るともこっち出れない。出れない。これ何よって感じで。コンクリート削ってるでしょ、これ。で、通行だけ実際にはこれ、だって安全環境関係者以外の通行は禁止しますから。危ないんでしょ。だから専用だからダメなの。一般車両だってカーナビが入ってこいって言ったら。カーナビが、あのカーナビになってるところもね、階段でもいいね。ダンプじゃ入れない。ダンプ壊すかな、コンクリート。ダンプ、軽のダンプだったらいいですよ。
通のダンプが入ってきたらこれぶっ壊すコンクリート。無理です。ダメか、負けるか。せいぜい1トン車。1トン車だった。2トンは無理。無理だね。ギリですよ、俺の車が。もう。すぐ入り口になんかある。怖い、タンさん。ほら。でもね、気持ち悪い。この色。なんかね、気持ち悪いわ。あ、なんか煙出てきた。なんだ？すごい涼しい、気持ちいいんだけど、うん、涼しい。近くに住民とか家がない。奥の方行けば家があるんだね、うん、建設途中だね、やつがあるよ、うん、あるある。枠だけ一つね、窓枠一つだけ、うん、うん、煙タバコじゃないですよ吉部の部屋ですよ、うん、だってさ、下に草入ってんだよ、ね、あんま通らないよね、うん、だからこれがね、どういうトンネルなのか名前書いてるね、ほら、ヤツルイド。ヤツルイド。え、これこのトンネルじゃなかったんじゃないか、俺が言ってるトンネルって。こういう名前じゃなかった。違う、ね、違う。ちょっと先じゃねえ、もう一個あるんじゃない。じゃあ、見るか。なるほど、もうちょっとね。あ、もう一回、あ、紙で分かる。2個の名前書いてあるんですよ。ヤツルイドだね。うん。でもそれでも怖いよね。うん。割れてるし。割れて、名前変えてるんじゃない、変えてんのか、これ新しいよね。だってピンがあるよ、船は。名前かなんか止めた、うん、だってこれ水素のなんかほら、あれ何あれ、ブレス引っ張ってるよ、なんかの、なんか引っ張ってるね、うん、あ、え、したしたしたパンパンだ、パン、100%、 いや、ちゃんとつけついてる、一応ね、え、大丈夫、だから土台上ここになんか引けばいいだけですよ、ね、うん、アルミ板引いてあげる、うん、引いてあげればいいだけですね、多分こしたらこうなるから、あとでしょ、大ここなんですよ、問題はこれ、はい、あれこれ嘘じゃん、はい、止めちゃうから、はい、大体ね、うん、この弱いプラスチックにこんだけ抜けてると無理なんだよね土台なんかプラスチックだもん、そのうち土台交換しない、うん、あっちも新しいでしょ、まだこれ安いから2000円くらいだから、そのうちもう老朽化してるから、多分あともうちょっとでやばいなと思ったら、うん、ひびが入ってきた、これが折れるでしょ、え、なんか落としたね、ま、たそう、ズイドだね、ちょっと俺が目的したズイドとはちょっと違うような感じするんだよでもこの先だと思う、もう次ちょっともう一回行ってみますけど、うん、でもここも雰囲気ありますな、気持ち悪いです、うん、一人では来たくない、うん、もういい、バクさんいらっしゃい、いや、なんか音するんだよ、すごい、これ怖いよ、これだって 歩いてね、先が見えないのよ、わかる、下手すると2キロぐらいあるよね、1キロは完全にある、絶対あるよ、だって1キロで、1キロで見えるでしょ、見えない、見えない、見えないか、見えないもん、出口あんなゆっくりしてねえな、来い、もうありがとうございます、このね、カメラで写真撮ってもね、トンネルの色が悪いです、清時みたいな色だね、オレンジにしちゃって、一瞬清時かなと思うぐらい、清時もこんぐらい、中にね、グリーンのランプが嫌だね、うん、あー、グリーンありますね、あ、なんかここに書いてあるよ、え、え、なんか書いてある、農水用って書いてあるね、本当はこれあれだったじゃないですか、水が入ってたんじゃないですか、いや、だからね、パイプどうしたんですよ、きっと、あ、ちょっと行けるところに
後ろ振るかないでね。はいはい、モザイク入れるからいいですけど。あ、これで父さん帰ってこられるんだな。バックで帰ってきますよ。本当？あ、でも全部薄いな。初見さんいらっしゃいと思う。いや、これここで出てたら、初見さん。いや、これで出てた方がいいよ。あ、なんかあれ変なの映った。ピンボケして。うん。なんかね、変だな。なんか炎が燃えてるような感じ。ほら、ほら炎が燃えてるような感じ。見て。本当だ。本当だ。ほら。なんかこれ炎が燃えてるような感じだよ。なんかそんな感じじゃない？なんか写真撮ったらそんな感じ。怖いよ。すげえ。やばいよ今の。やばいっすよ。今のやばい、今のやばい。今のやばい、今の写真は。ちょっとまずいかもしれない。なんかね、やばいよこれ。これ怖いな、ここ。今の写真燃えてたよ。燃えてたよ、炎がなんか。やっと出たんじゃない？うん、そうやって飛ばして、あんな飛ばしてて。結構飛ばして。昼間。まだ来るのか？え、まだ来た？え、来ないでしょ、まだ。あ、また来た。また来たよ。いや、そうだ。すげえ飛ばしてたよ。おい？次のところ行きましょうか。あれなんかまたピンボケだな。え？ちょっと待って。足音してる。ちょっとここにいましょうか。ね。次ないかもしれないからね。カチカチ。なんかカチカチってこれ取れるかもしれない、この外見。出ちゃって、まあでも車来るから危ないね。いや、その辺にいるらしいんですか。うん、
いや、逆に。あれ、ピンボスますよ。ピンボスしますよ。なんでこうすんの。言ってるよね。ちょっと離れた。そんなの感じ。マスクもそう。クロちゃんね。クロちゃんね。多いよ、今。ここで。じゃあ皆さん、ってことで次のとこ行きましょう。これどこだろう。てかトンネルです。お疲れ様。ピンボケする。飛ばしてるよ。車両通行止めだってる。こっちはもうね。お疲れ様でした。失礼します。